大詰めを迎えましたオープン選手権、いよいよ夢の対決カード第3位の好カードを迎えました。ジャイアント馬場対ラッシャー木村の対戦を迎えております。早くも立ち上がっておりますラッシャー木村でございます。黒のロングタイツ、黒のトランクス、何か力道山を思わせるラッシャー木村でございます。国際プロレスのエース、185センチ125キロでございます。一方のジャイアント馬場でございます。209センチ145キロ、第49代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンでございます。ファン投票もちろん第1位、東の正横綱でございます。さあ山田さん、大変な一戦を迎えました。今ゴングが鳴ったところでございます。どういうふうに予想しますか、この試合。木村選手の方に吉原社長自ら、はい、セコンドについて最後の最後までアドバイスしてましたね。今なるほどね、ゴングが鳴る直前まで、はい、なんといっても山田さん、この両者にはそれぞれの団体のメンツと意地がかかってますからね。そうですね、まあ、もちろんねキャリアで、そして、体で、はい、馬場選手の方が勝ってはいますけれども、はい、これはやはり木村選手の場合、いわゆる追い上げの強さというものがありますからね。そうですね、福井大会ではこのラッシャー木村選手はジャンボ鶴田と対戦をいたしまして、これまた火の出るような肉弾戦を演じました。意地とプライドをむき出しにしての戦いでした。ファイティングスピリットがエスカレートいたしまして、喧嘩ファイトになってしまいましたこの一戦でしたけれども、あるいは今日の対戦でもそういった試合展開は十分予想されます。がっちりと組み合います。身長の差、ご覧のように209センチ対185センチ、相当身長の差はあります。ババが怒りの表情。リングの中央です。アームロックに入りました。まず先制攻撃、ジャイアントババでございます。さあ、それにしましてもオープン選手権今日がまあ11戦目、残る試合は最終戦、川崎での試合が残っているだけですけれども、現在勝ち点7のジャイアント馬場、もちろん単独トップはドリーファンクジュニア勝ち点9、11戦でジョナサンと対戦いたしまして、時間切れの引き分けに終わっておりますので、勝ち点9、ドリーファンク、その差2点ありますね。そうですね、なんとしても馬場にとりましてはこの試合は勝たないことには優勝の望みはどうなんでしょう。まずこの試合に勝たなければちょっと難しいでしょうね。そうでしょうね。ですから非常に大事な大一番と言っていいでしょう、はい、そうですね。ラッシャー木村選手は第1戦を終わった時点で勝ち点6でございます。足を殺しに行きましたラッシャー木村、当然32本ロケット砲、あのジャンプ力を警戒しておりますラッシャー木村です。腕を取ります。攻撃に転じました。世界のジャイアント馬場であります。必要にラッシャー木村の左の腕を攻撃しています。ワンロックに入りました。余っている右手でチョップチョップチョップ攻撃、ロープに飛ばした。今度は逆水平だ逆水平だ、ジャイアント馬場のお株を奪うような攻撃であります。馬場選手が今腕折りに行きました。左の腕の付け根、左手を攻めておりますけど、これは作戦の一つでしょうか。そうでしょうね。やはり集中攻撃ですね。はい、なかなか今日木村がちょっとラフに仕掛けてるんですが、馬場選手はテクニックで行こうとしてるみたいですね、はい、ラッシャー木村は IWA のヘビー級チャンピオンであります。33歳、キャリア11年、一方の世界のジャイアント馬場キャリア16年でございます。足を殺しに行きます。必要な攻撃、ラッシャー木村右の足を取りました。トーホールドの体勢であります。木村、まあ大会の11戦目で非常に優勝戦線に苦しい立場に追い込まれたジャイアント馬場選手、過去の星取り表を振り返ってみますと、なんと言いましても川越大会でローデスと両者リングアウトの無得点、それから鈴鹿大会で行われましたドリーファンクジュニアに敗れたこと、この2つが本当に大きいですね。そうですね、やはりねこれだけの超大物が揃ってるわけですから、はい、まあ
本当にどうなってしまうかわからないとそういうことなんですが、本当にこの2つの試合、はい、惜しいですね。そうですね。当然、まあ、オープン選手権は世界の8人の敵と戦いました、まあ、これだけのメンバーですので全勝は無理。今行きましたね、平手打ちが出ましたね。2敗は覚悟と言っておりましたジャイアント馬場であります。さあラッシャー木村が攻撃を仕掛けます。トーホールドです。あくまでもあの長い足を狙います。ラッシャー木村であります。足太もも、そうですね、太ももの、あの内側ですね、はい、ストンピングの連発、非常に痛いところなんですね、逆エビに取ろうというラッシャー木村であります。ステップオーバーいたしました。まだ浅いです。まだ浅い。ロープににじり寄るジャイアント馬場、ロープまではあと50センチだ。長い手を伸ばせば届くがどうでしょう。ぐーっとロープに近づいた。力で力いっぱいロープに近づく。逆エビの体勢まだ不十分です。逆エビ不十分。今エプロンに逃れたジャイアント馬場であります。馬場選手も必死な形相です。おっとまたしてもアブドラザブッチャーがやってまいりました。アブドラザブッチャーがやってまいりました。アブドラザブッチャーがジャイアント馬場に襲いかかりました。これは大変な一戦です。ラッシャー木村選手はリングの中で、おっとジャンボ鶴田選手もやってまいりました。ジャンボ鶴田もやってまいりました。これにラッシャー木村も加わろうとしております。ジャンボ鶴田を私どもの放送席にぶち当てました。今度はラッシャー木村を捕まえた。鉄柱にラッシャー木村の死体が割れます。ジャンボ鶴田が攻撃する。相手はただ一人だ。いつの間にか攻撃相手がアブドラザブッチャーに変わってしまいました。もう全選手がリングサイドを取り巻いております。大変な一戦です。千葉大会ラッシャー木村の期待が割れました。アブドラザブッチャーが荒れ狂います。アブドラザブッチャーが荒れ狂います。ぐーっと後ろのお客さんが退きました。椅子を取り出すアブドラザブッチャー。放送席はもうめちゃくちゃであります。あっと山田さん、はい、さあこれはどういう風なことになるんでしょう。ラッシャー木村の血はジャイアント馬場に受けた傷ではありません。あれはアブドラザブッチャーに、そうですね、鉄柱に打ち付けられた傷でございます。さあ試合は再開しております。大きな体を持ち上げる。あっとブレンバスターに取ろうというラッシャー木村であります。動きません。ジャイアント馬場は動きません。今度はヘッドバットに行った。ヘッドバットに行きました。正面からのヘッドバット攻撃であります。ラッシャー攻勢、ラッシャー攻勢、後ろに下がる。馬場が後ろに下がった。返り血を浴びてジャイアント馬場選手の体も血のりがべったりとついております。激しい攻撃になりました。膝打ちに行ったですね。あっと川津掛け、川津落とし、これは決まった。川津落としだ。そのまま覆いかぶさる。カントはどうだ。カント3立った。川津落とし一発で決まりました。ジャイアント馬場ラッシャー木村を破りました。さすがに世界のジャイアント馬場であります。勝ち点2を挙げました。勝ち点2を挙げました。貴重な星を拾いましたね。しかしね、これちょっとね途中の乱入があってですね、はい、あ、吉原氏が抗議してますね。そうですね、吉原社長が城樋口レフェリーに抗議を申し込みましたが、おっと聞き入れませんでした。城樋口に向かいまして今肩をぶつけましたね。そうですね、吉原社長もエキサイトしております。やっぱりぶっちゃんが乱入したということでですね、はい、そうですね、当然抗議を申し込んでいるのはこれはもうやむを得ません。大会委員長のロード・ブレアス PWF の会長もリングの中に入りました。リングの中に入りました。しかしね、このレフリーにね、暴行するのはいかんですね。そうですね。さあ国際プロレスの若手選手、鶴見五郎選手全員がもう入りました。これはもう大変です。全日本プロレス対国際プロレスの対決ムードでございます。吉原社長興奮してますね。そうですね、敗れましたラッシャー木村選手が吉原社長を抑えました。もう顔面蒼白であります。吉原社長、大会実行委員の吉野里さんも上がりました ね、 そうですね。さあどういう風な裁定になりますか。ロード・ブレアース会長が両者を分けています。両者を分けています。勝負はつきました。ブッチャーが乱入したことで流血をしてしまったと、はい、非常に木村君はあそこで不利になってしまいました ね、 そうですね。しかし馬場選手の方も流血してますね、はい、激しい位置です。ラッシャー木村一瞬にして川津落としで勝負は決まっておりますが、この勝負に抗議を申し込んだ吉原社長、リングの中に入りましてかなりエキサイトしています。ロード・ブレアース大会会長も入りました。吉野里さんと何やら協議を行っています。ジャイアント馬場選手もロード・ブレアース会長に何か言っているようでございます。さあこれは問題ですね。そうですね、どういう風な裁定が下されますか。し
かし城樋口レフリーはジャイアント馬場の手を挙げましたね。そうです、完全に挙げましたね、完全に挙げましたね。いわゆるあの川津落としからのフォールということでは、はい、これ間違いないピンフォールを取ってると思います ね、そうですね。しかし試合の途中にハプニングが起こりまして、アブドラザ・ブッチャーが最初にジャイアント馬場に襲いかかり、その後助っ人に来たジャンボ鶴田に襲いかかり、そしてラッシャー木村選手に襲いかかり、血中にぶつけてご覧のような流血でございます。これはアブドラザ・ブッチャーに流された流血でございます。さあリングの中で抗議が行われています。吉原社長かなりエキサイト、顔色が変わっています。城樋口がこれまでのプロセスを吉原社長に紹介しているようです、教えているようです。ジャイアント馬場選手が千葉県体育館の西の方を指しました。お客様もかなりエキサイトしています。当然これはお客様もエキサイトしますね。そうですね、まあ、しかしね、これブッチャーが乱入したということはね、はい、確かにねハプニングですがね、はい、これはあのブッチャーが片っぽだけやったわけじゃないですかね、そうですね。吉原社長が何やらうなずきました。今首をひねりました。さあ果たして納得がいく説明があったんでしょうか。ロードブレアース会長、おっとまたしても場内が大変な騒ぎになりました。あっとアブドラザ・ブッチャーの姿です。暗闇からぬーっと出てまいりました。アブドラザ・ブッチャーでございます。暗闇からぬーっとアブドラザ・ブッチャーが現れてまいりましたが、ロードブレアース会長が今エプロンに立ちまして、控え室にドレッシングルームに帰れとアブドラザ・ブッチャーに指示を行いました。大変な雰囲気です。あれにやれました、大詰めのオープン選手権第11戦目、ジャイアント馬場選手がリングを降りました。アブドラザ・ブッチャーを睨んでいます。リングの中は流血のラッシャー木村選手です。どうやら今正式な山田さんアナウンスが行われております。桃田義弘リングアナウンサーがジャイアント馬場の勝ちを言っていますね。そうですね、正式な判定はどうやら国際プロレスの吉原社長も納得したようですが、またしてもアブドラザ・ブッチャーがやってまいります。ブッチャーがやってまいりました。今リングに入ります。今リングに入りました。木村とやりますね。今度は木村とやりますね。さあ木村との殴り合いになりました。これはもう喧嘩説法です、喧嘩説法です。あとは馬場もこれに加わった。馬場とラッシャー木村が組みました。ブッチャーが控え室に戻りますが、ジャイアント馬場が追いかける、ラッシャー木村も追いかける。大変な一戦になりました。本当に山田さんどうなってんでしょう。いや本当にね、もうブッチャーが、戻ってきましたね。ラッシャー木村が来ましたね。もう右の目の中に血が入りまして、ほとんども固めの状態ですね。判定としては、はい、もう今はっきり出ましたね。そうですね、完全に出ました。ジャイアント馬場の、フォール勝ちですね。はい、ジャイアント馬場が勝ちです。レフリーの判定は変わらず6分53秒体固めで、ジャイアント馬場がラッシャー木村を破りまして勝ち点2を上げ、こうなりますとジャイアント馬場選手は7プラス2で勝ち点9となったわけですね。そうですね、ドリーファンクジュニアとこの時点で並びました。はい、並びました。そうですね、いよいよ大会は第12戦の最終戦、川崎での決勝戦とこういうことになったわけですね。非常にね、もうあのこの一勝大きかったですね。そうですね、ジャイアント馬場選手は川崎ではホーストホフマンと当たるわけですね。そうです、これも大変な一戦です。さあ勝ち点が並びました。両者ともに9点でこの千葉大会を終わったわけでございます。激しい流血になりましたが、ジャイアント馬場が体固めでラッシャー木村選手を打ち破りました。